さあ皆さんこんにちは。80年代のロボット大好き J と申します。今日もよろしくお願いします。さあ今回のアイテムはアルカディアさんの24分の1スケールダイキャストモデルプロトガーランドです。さあこれは1986年に OVA が発売されていたメガゾーン2-3パート2に登場していたロボットです。メガゾーン2-3のパート1の方のガーランドもアルカディアさんから発売されてましたが、どっちかというと今回のこちらが僕の本命ですね。今回も完全変形するようになってます。早速パッケージ開けてみます。一度僕は開けていますけれども、中身はですねこんなセット内容になってます。まずこちらは説明書類ですね。カスタマーサポートのご案内と取扱説明書、変形工程が書いてあります。そしてこれが今回も付録のスペシャルブック、また漫画が載ってまして、パート1で大破したガーランドがですねプロトガーランドに回収される流れが書いてあります。あと設定資料集が載ってまして、ハーガンが発売されるかもしれない。早速パッケージから取り出しまして、主人公の矢作翔吾を載せてみました。このメガゾーン2-3はパート2になってキャラクターもメカニックもですね全てデザインが変わってしまって、あとキャストも変更になってしまったので、当時前作から見ていた人の中には混乱した人もいたと思うんですけれども、僕もすごいことするなってその時は思ってましたけれども、でも実際見てみると、メカニックもキャラも全然リアルな方向になってたので、僕はこっちの方がお気に入りなんですよね。このショーゴのデザインもおしゃれでかっこよくなってましたし、声も矢尾和樹さんになってて、ちょっと悪っぽさが増してて、やっぱり僕はパート2派なので、もうこの作品はもう何回も見ました。かっこいいですね。曲がらないデザインでおなじみのガーランドですね。かつてヤマトさんから発売されていた15分の1スケールのプロトガーランド、あれの腕パーツを折ってから早12年ですね。ついにダイキャスト製の新しいガーランドを手に入れることができました。今回は全体的に塗装が施されていますので、注意しながら変形させていきます。まずはショーゴを取り外しまして、まずは後ろの脚部のロックを外します。反対側も、そうすると脚部の根元のアームの部分が動くようになりますので、とりあえず下の方に動かして、そしたらシートの後ろのこちらのカバーを開きます。そしてシートも動かします。一回上に上げときます。そしたら反対側にしまして、この裏側の部分ですね、こちらを開いて、で全体的に下に開きまして、で後輪にかぶせるような形で位置を調整します。これはロックとかはないです。そうしましたらまた元に戻しまして、今度はフロントのウィンドウの部分を開いて、タンクを少し上げて隙間を作ります。でそうするとですね、この反対側の後輪が動かしやすくなるので前に回します。この後輪が腰の部分になるんですよね。でタンクはまた一体戻しまして、そしてこちらのクリアパーツも戻します。でシートをですね下に下げて、で後ろの方に押し込みます。こんな感じです。そしたら脚部のこのアームを動かしながら、この後輪の中心の穴にこの突起を差し込みます。少し硬いです。奥まで差し込みます。これで脚部の位置は決まったので、あとは全体的に90度回転させて下に動かして、
で反対側も動かして、そして太ももの部分を伸ばします。さらに足首を展開します。ちょっと伸ばした方が展開させやすいですね。反対側も同様に行きます。ちょっとここは開けといた方が動かしやすいです。で足首展開、はい、下半身が完了で、次は腕の部分いきます。この下の部分がロックされているので、こちらを引っ張って外します。ここですね。で次に前輪の部分ですね。こちらも突起ではまっているので外します。そしたらここからがちょっと難しいんですが、このタイヤがですね、ここに当たらないように上に開きながらアームで展開します。これもう一回前から見てみます。上に開きながらこのアームで下の方に下ろす。ちょっと上に開きながらアームで下ろす。そしてこの根元の部分を引っ張って伸ばしておきましょう。反対側も伸ばしておきます。さあ次は腕部をですね、上に回転させておきます。でこの後は上半身を変形させていきます。まずこのフロント部分ですね、こちらのクリアパーツ上に開きます。でその後ですね、この赤い部分のですね、ここの部分がちっちゃいんですが開くようになってます。ちょっと上に持ち上げて開いた方がやりやすいかもしれないです。これでフロント部分を丸ごと上に動かして、でここの部分ですね、こちらのプレートを裏側にひっくり返りします。反対側もこのように反転させます。このプレートが隠れました。さあここからいきますよ。まずフロント部分一回下に下げて、でこのタンクの部分を動かしながら全体的に後ろに持っていきます。この向きで、そしてフロントを下げると頭が出てきます。続いて腕のアームを後ろに下げながら、アームを使って腕をそのまま後ろに下げながら、この位置ですね、下げておくとこの前の蓋が閉まりやすくなります。はい。でまだこの前輪のタイヤパーツはロックされてないので、ちょっと気をつけながらとりあえず腕を回しておきましょう。でちょっとこの肩の部分ですね、引っ張ると軸が動きますので、はい、引っ張って肩を上に上げておきます。でここで一旦さっき開けておいたこの赤いパーツですね、この蓋を閉めておきましょう。押し込めば収まります。まあ、ここを開けておいたので頭部が通りやすかったんですよね。で続いて頭部の位置を動かします。首の根元ごと前にスライドさせます。これで OK。 そしたら最初の段階で開けていたこのキャノピーを閉めておきましょう。そしてここでこのタイヤパーツのロックですね、後ろにロックがありますのでここにはめ込みます。この位置です。反対側もこの赤い部分ですね、この突起とタイヤの溝を合わせて押し込みます。そして続いて腕を伸ばします。続いて手首いきましょう。こちらの蓋開けます。上下の蓋を開けまして、そしたら手首をですね、下向きに回転させます。これで出てきます。そしたら蓋を閉めて、で指は5本の指が全て動くようになってますので、
こちらをそれぞれ展開します。親指を動かして最後小指、反対側もカバーを開きまして、これ反対側の下のカバーはですねちょっと硬いので、こうやって手首回しながら開いた方がいいかもしれないです。あとは指を開けば手首の変形も完了です。これ自由に指動きますからね。そしたら、腕の位置、肩の位置をですね、調整して、これで変形完了になります。はい、マニューバークラフトモードからマニューバースレイブモードに変形完了です。次は関節の可動を見ていきましょうか。まずは頭部から、上下左右に動きます。首を上げるのはこのぐらいまでと、左右はこの辺までですね。で、実は首の軸伸ばすとですね、結構このぐらいまで引っ張り出せるようになっているので、だいぶ動けるようになります。さあ続いて腕、肩関節はここまで開いて、肘もここまで動きます。あと上腕のロールが可能ですね。それと腕の回転、これは一周できます。手首も回転できます。で、手首も引っ張り出せるようになってまして、はい、このぐらい動かすとちょっとボールジョイントでグリグリ動かせます。そして次は脚部の可動ですね。太ももの部分が左右にロールします。で、開脚はパーツがちょっと当たってしまうのでそこまでは開かないですが、ただ前後には結構股関節は動きます。後ろもこのぐらいまで。そして膝関節ですね。膝はですね、引っ張って伸ばすことができるようになってますので、引っ張り出すとさらに可動範囲が伸びます。これ2段階伸ばせるようになってます。と、足首もですね、一応このぐらいまでは左右に動かしまして、で、前後に動けるようになってます。足首今伸ばしてますけれども、押し込んで縮めることもできます。そしてですね、この脚部の後ろのプレートが開くようになってまして、このスラスターの部分も動かせるようになってます。関節の可動についてはこんな感じになります。さあ続いて武器を持たせてみましょう。敵から奪ったレーザーオブライフルですね。指の関節を使って持たせます。メガゾーン2-3って特にパート2は80年代カルチャーをとても忠実に表現しているアニメだったんですよね。で、あの時代に東京の街並みを劇中でリアルに描くってことは、まだ珍しいことでしたし、で、さらに登場人物のファッションとか、当時本当に若者が着ていたようなデザインだったっていうのも、印象深いですよね。あの頃は実際にショーゴみたいな、あんな太いズボン本当履いてましたね。あとパート2になってリアルな描写になったってさっきお伝えしたんですけども、特にですね、グロさとエロさの描写が前作よりもパワーアップしてたもので、当時中学生だった自分にとっては刺激が強くて、すげえな、今回は振り切ってるなと驚きながら見ていた記憶があります。今見ると大したことないんですけどね。続いてこのプロトガーランドならではのフィギュア、ライトニングを乗せてみましょう。まず元のように背中を開けていきます。腕を外しまして、背中のハッチ開けていきます。
ここはもう元に戻していくだけです。そして空いた背中のシートのところにライトニングをはめ込みます。で、あとは戻すだけです。かなり無理やり乗ってますので、丁寧に元に戻していきます。で、背中のタイヤパーツ、ここの溝にはめます。溝はこの青いとこのここと赤い方のこっちですね、合わせます。さあ、これで完了なんですが、かなり狭くて顔が見づらいですね。上半身を少し開けて顔がよく見えるようにしました。これで劇中っぽいですね。矢作知らねえなって言ってそうです。あとパート2のエピソードといえば、ビデオ版と劇場公開版で違いがあって、後の方の劇場公開版の方がノーカットのバージョンになってるんですよね。で、特にビデオ版についてはラブシーンが一部カットされてたりして、その後 DVD で発売されるまでの間、ノーカットバージョンは長らくお目にかかれなかったっていう思い出があります。ちなみにパート1の方はまた国内版と海外版で違いがありまして、でこちらはラストの決着が全く逆っていうオチなんですけど、でもパート1の方はやっぱり国内版の切ないエンディングがいいんですよね。さあ、今回も寂しいですがお別れの時間がやってまいりました。今回はアルカディアさんの24分の1スケールダイキャストモデルプロトガーランドをご紹介させていただきました。最後までお付き合いいただいた方いらっしゃいましたらありがとうございました。もし気に入っていただけたらチャンネル登録やグッドボタンを押していただけたら今後の励みになります。よろしくお願いします。さて、次はどんなおもちゃで遊びましょうかね。また次の動画で皆さんにお会いできたら嬉しいです。それではごきげんよう。ではまた。